今週の動画の内容はアンケート結果で1位だったものです。アンケートに参加できなかった方はチャンネル登録をしていただければ、これからトップページのフィードに表示されるようになります。東京オリンピックは2020年7月24日から8月9日までの17日間、新国立競技場を中心とした42の競技会場で開催される予定です。その際、最大で1日66万人の観戦客が東京都心を訪れることが見込まれ、多くの人が移動に鉄道を使うことが予想されます。首都圏で日常的に鉄道を通勤・通学に利用している人は約800万人に上ります。オリンピック観戦客は通常よりも1割弱の増加になるとはいえ、通勤時間帯と重なれば場所によっては2倍、3倍以上の混雑が予想されます。今回は混雑が予想される東京都心の鉄道の五輪対策について見ていきます。一部のメディアでは五輪パニックとも表現される混雑予想を受け、東京都などは 2020TDM 推進プロジェクトを立ち上げ、様々な対策を打ち出しています。2019年3月15日、東京都は会場からの帰宅需要に応えるため、19の鉄道事業者でオリンピック期間中に終電を延長する計画を発表しました。この計画によると、大会期間中に JR 山手線、京浜東北線、東京メトロ、都営地下鉄などの都心部では90分程度の終電延長と、大手私鉄各社やつくばエクスプレスでは30分から60分の延長が予定されています。この際、終電後の検査作業が困難になることから、国土交通省は線路や架線などの定期検査がオリンピック期間中と被る場合、作業を1ヶ月前倒しすることを特例的に認めます。終電繰り下げの際の具体的なダイヤは2020年春に発表される予定です。東京メトロは終電繰り下げに加え、需要に応じて列車を終日増発するほか、競技会場最寄り駅や主要乗り換え駅での臨時改札機の設置や、混雑箇所での駅係員配置を行います。オリンピック対策に加え、長期的なサービス向上を目指し、駅やトイレのリニューアル、ホームドア設置、案内サインの充実を推進しており、多くの工事が大会期間までに間に合うようにスケジュールされています。有明アリーナなどが位置する豊洲駅では、上下ホームの間にある2番線と3番線を塞ぎ、一つの大きなホームに拡張する工事が行われており、2020年3月に完成予定です。JR 東日本も、新国立競技場最寄り駅となる千駄ヶ谷駅と、代々木競技場最寄り駅となる原宿駅で、臨時ホームを改築した駅の拡張を行います。このように東京の鉄道では帰宅時間帯を中心に輸送力向上が計画されていますが、これ以上の増発がほぼ不可能な朝ラッシュ時間帯の対策には限界があります。また豊洲駅、千駄ヶ谷駅のように駅自体のサイズを拡張できるケースは稀で、2週間ほどの期間限定のために駅空間や路線自体を広げることは現実的ではありません。そのため、そもそもの利用をなるべく少なくするための工夫がなされます。東京メトロでは駅のリアルタイムの混雑状況をアプリで確認できるようにし、利用客の他の駅への分散を促す対策を行います。東京都などはラッシュ時間帯の抑制のための時差通勤キャンペーン、時差ビズや在宅勤務、テレワークの推進を企業に呼びかけています。2019年7月には東京都が日本橋と晴海を船で結ぶ社会実験を行い、鉄道の代わりに船での通勤を提案するなどしています。以上のように東京都や各鉄道事業者は様々な対策をもって東京オリンピック開催時の鉄道の混雑を和らげようとしています。最悪の場合に備え、 JR 東日本は医療機関と連携し熱中症対策も行います。しかし今年の夏行われたオリンピック混雑対策の各種予行演習はそこまで広く認知されていたとは言えず、
来年実際にどうなるかは不透明なところも残ります。2020年オリンピックにより鉄道が大きく混乱することのないよう対策の成功を期待します。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。